あとあとさ、こんなにセーブしなければよかったって思うんだろうね。と思っちゃう。いや、でもここでセーブして、それ以降はちょっと大事に使おう。インクリボンをね。そうしよう。よし。あの先に。行くよ。さっきの基本的にはでも、こう進んでいけばいいんだもんね。なんでこれが戻ってるのか不思議ですけど。さあ、鍵を使って開けていきましょう。ここら辺なんかちょっと動かすと物あるとかなかったっけ？あ、そうそうそう、それだけ覚えてます。ありがたい。やめて。怖すぎたんだが。普通に。迷惑だ。めっちゃ怖かった今。え、これ動かせないの？嘘やろ。逆側か？クリス君、そうです。パリンって言うんだろうな、また。よし。完璧。怖い。ふう。じゃあ、行きましょうか。今、どこにいるのか一応ちょっと見ていい？なるほどね。今、この廊下にいて、なんかさ、パリーンってすごい嫌だったよね。ここは違うのか。開かなそうだね。ここかな？いそう。怖っ。絶対出てくるじゃない。あいつもかと思ったら歯ブラシだったし。怖い。え、絶対出てくるでしょ？やめてよ。流すけど。勝ってくるでしょ？撃つ準備完璧。撃つ準備は完璧。早く、もう見てないで、早く構えなさい。クリスさん、もう、てか、殴った方が早くない？やったー！頭やったー！ついに、ヘッドショットが実現。初めてできた。褒めてほしい。トイレ。
よし。ちょっと上達してきたかもしんない。セーブしたい。でもダメだよね。だって今ピンク、ピンクじゃない。インクリボン1個しかないからさ。ね。てか。アイテム欄マジで、やばいな。どっちから来たんだっけ？クリスになったら右、クリスの右に行く。こっちね。わあ、絶対パリンするじゃん。ダッシュダッシュダッシュ。パリンしそう。パリンしそう。やだ。なんか危なくない？この部屋。これやられ部屋じゃないの？うわ！待って。インクリボンあるじゃん。セーブだな、こりゃ。インクリボンあんのか。4もあったらセーブできるもんね。このショットガンはね、かつて撮って偉い目見たことあるんでね、撮りませんけど。あ、そう。それはセーブしちゃうかもしんないね。しかもここ全然行くべき部屋じゃなくない？インクリボンがあるだけ？かもしんないな。ね。じゃあ、戻ろう。待って。っていうか、その前に、いや、この近くになんか、タイプライターなかったかな？あったら、ここら辺でセーブしたいよね、正直。ちょっと待ってね、思い出す。頑張って。戻って、戻ったとこにあったかもしんないな。ここじゃないよね。一回確認させて。でも、ここかな？そう、ここはそのショットガンのハメ部屋、ハメ部屋なので、ここじゃないわ。ちょっと近場でセーブできたら、バンバンザイ。今ここでちょっと待ってね。あー、ちょっと、いっぱい、いっぱいいろんなの開いてごめんなさい。ここ入ってなかった気がするので、入ってますね。お風呂場か。水はまだ出るようだ。ここも用済みか？さっきやつやったから。汚いね。あー、一
来たいと思ってたとここじゃないじゃない。わかった。ここはもう行ったから、さっきのなんか、ここに行く前に行けなかったところ?ここか。これが開くんじゃないかな?うんうん。使おう。で、ヒヤヒヤ。え、すごい嫌なんだけど。だってさ、犬の鳴き声する。ダッシュします。あ、台車?台車?どこに台車があるの?え、ちょっと待ってください。あ、よし。ハーブ食べるわ。え、めっちゃハーブ畑じゃん、ここ。やった。ちょっと危なそうなんで、一回ハーブを食べて。で、これは?灯油か。ここはこの先別に。あ、そうそう、これが取りたかった。よし。これ持っといた方がいいんじゃない?だっけ?で戻る。めっちゃいいんじゃん。もう倒しときたいわ。このね、鉄の柵越しにさ、やっとけば良さそうじゃない？で、どっちから来たっけ？すぐ分かんなくなっちゃう。まっすぐが、まっすぐ右。いやでもここはもうゾンビが来ないから安心して進めるね。通るよ。初めての場所。いるかな。いない。いないね。入るよ。入りますよ。ここタイプライターじゃなかったかな。違う。見えない。見えない。やりまくれ。やりまくれ。よし。ダッシュだ。ここは確かタイプライターだったはず。あいつ死んだよね。よし。神。で、確か、そう、アイテム部屋もあるし、いやー、幸せ。なんだこれ。死体処理に関する諸注意。あの化け物どもに関する真実が分かった。奴らは死体になっても復活するのだ。ただ、対処方法がないわけではない。奴らを復活させない方法は二つある。死体を燃やす、頭部の破壊。生きる意志のある者のために、この洋館の1階にオイルを用意しておいた。それぞれで必要な分だけ持って行って、生き残る道具として使ってほしい。追伸、着火する道具くらいは自分たちで何とかしてくれ。めっちゃ踏まれてんじゃん、書類。で、嬉しい。で、なんかピック。ランタンね。はい、ありがたい。あれだよね、多分オイルって。これ。持てないね、そうでした。じゃあちょっとアイテム整理しましょう。いや、いるよな。これ多分もういらないんじゃない?うわ、キュースプもあるじゃん。うわ、優しい。はっ!ちょっと待って。優しすぎるじゃん。ナイフいるかな?でも、弾がなくなっちゃった時に終わるもんね。じゃ、とりあえずセーブして。でもさ、燃やしたいじゃん、やっぱゾンビは。あ、ありがとう。こう考えると、あれだよね。そう考えるとさ、あのオイルは持ってきたいじゃない？とりあえずインクリボンは、
持ち歩いたってしょうがないからここに入れよう。で、うん、古びたカーギも一回入れちゃおうかな。で、オイルを、違うよクリス君、オイルを持とうよ。ボトルを持ってこれでゾンビを燃やしまくろう。で、これまだ中身ないじゃない、ゼロって書いてある、怖っ。ボトルに移す。これでいいんじゃないね。いや、うん。え、2しか持てないの？まあ、いっか。てか、結構、やっぱ道具持てないよね。サバイバルナイフいる？いや、でも、いざという時のために持っといた方がいいか。うん。とりあえず、これで、行こうかな。で、ちょっと待って、一旦、出先のさ、出先のゾンビっていうか、まず出先のゾンビちょっと何とかしたいじゃない。燃やそう。あ、待って、生きてた。ちょっと待って、え、仕留めきれてなかったから生きてた。次回にしようかな次回はあそこの近くにいるゾンビを焼くところから始めたいと思います。怖かった。ということで、本日は以上。ご視聴ありがとうございました。